周りの人は私のことをよくコツコツ努力をするとか言われます、うん、今サントリーグローバルイノベーションセンターの研究部というところに所属をしていまして、基礎研究を行ってきています。基礎研究というのはやはり失敗することが前提といいますか、やはり失敗続きというところがありまして、なかなかうまくいかないことが多いです。仕事でもプライベートでも、どんな壁にぶち当たってもなかなかこう諦めなかったり、その弱気にならないというところはやはり自分の強みかなと思っています。私は趣味で大道芸でやっていまして、特にジャグリングをやっているんですけれども、すぐにはうまくならないんですけれども、例えば今日は100回投げれたけど明日120回ですとかっていうふうに、少しずつうまくなるってことに非常に喜びを感じます。